はい、どうも、こんにちは。はい、このチャンネルは、兵藤鉄人の一人休みのチャンネルの、芸人の兵藤鉄人です。よろしくお願いします。はい、このチャンネルは、高校野球の地方大会や、甲子園の結果予想をしていくチャンネルとなります。高校野球が大好きな方、野球が大好きな方は、ぜひ、チャンネル登録をよろしくお願いします。さあ、ということで、今日から、えー、甲子園が始まりました。なんで、えっと、ごめんなさい。おそらく、動画を上げることがたくさん出てきて、 編集に追われてしまいます。で、今日、今年の春の選抜の甲子園もそうだったんですけど、えっと、テロップなしのノー編集。で、えー、喋ったことをただ上げていくっていう感じに甲子園の期間だけなると思います。なんで皆さん、ちょっとテロップがないんですけど、えー、なるべくわかりやすく滑舌よく喋れたらなと思ってますので、そこだけご了承ください。よろしくお願いします。はい、ということで本当は昨日ですね、えー、今日の試合の予想動画っていうのを出す予定だったんですよ。勝利予想。えー、それを上げれなかったので、 今日、えー、実は開会式の生配信をしていました。なんで、その生配信の時に、えー、動画の中で喋りました。えー、私の今日の優勝、えー、優勝予想じゃないですね。勝利予想はですね、えー、1試合目が国学院栃木、2試合目が樹徳、えー、3試合目が京都国際の勝利予想でした。さあ、ということで今日結果だけ見ると、えー、1勝2敗です。1勝2敗。えー、まず1試合目から行きましょう。 はい。一試合目が国学院栃木対日大三島高校ね。はい。えー、うちのね、リスナーでもいます、いおりさんの、えー、はいね、母校ですね。はい。十10対3。え3対0で日大三島勝っていたんですが、ま、あの、途中から、狙い球が真っ直ぐから変化球に変わって、そこから変化球を捉え始めて、国学院栃木が点を重ねていって、 で、あの、やっぱりあの、系統のタイミングが、ちょっと日大三島は、ミスだったのかなと思います。エースピッチャーの松永くんが、4回、1アウトを取った時点で、ピッチャーが途中で変わりました。で、しかもボールカウントが、途中、ノーボール、じゃ2ボールノーストライク、かなツーボールワンストライク忘れたんですがで、そういうカウントが途中の状態でピッチャーが変わったっていうのは、やっぱり負担です。 なんで、あの、高校野球の監督さんでやっぱりね、ピッチャー出身じゃない監督さんは、ちょっと系投の仕方が下手。ですかね。やっぱりあの、ピッチャーの気持ちが分かっていない、ピッチャーの心理が分かっていないような気がします。なんで、必ずピッチャーは、えー、なるべくイニングの頭で系投をする。で、それの中でもやっぱりイニング途中で、えー、継投しないといけない。えー、その場合、条件が2つあります。えー、もし高校野球の監督さん、多分見てないと思うけど、みんな覚えてください。 必ず系統で大事なことが二つあります。まず一つ目。えー、イニングの途中で行くんであれば、ブルペンで球数を最低40球以上は放ってください。キャッチャーを反らす状態で最低40球以上放る。その10球ぐらいでちょっと型作ったぐらいでマウンドに行かせる。で、外野とか内野を守ってて全然ピッチング練習してないのに急に行かせる。これは、えー、常識的にありえません。本来だったらありえません。絶対にない。 もしそれをするんだったら、えっ、ー、と、イニングの頭。ね。味方が攻撃している時にブルペンである程度作った状態で行く。じゃないとピッチャーがかわいそう。えー、それともう一つ。えー、先ほど言った、えー、カウントが途中の状態でピッチャーを変えないんこ。これで打たれたらこれはピッチャーのせいでもない。前のピッチャーのせいでもない。これ監督のせいです。はい。すべて監督が悪い。なんで、日大三島高校は、えー、言っちゃ悪いですけど、監督さんのせいで負けてます。はい。えー、かわいそうです。ちょっと系統が下手。 うん、今の高校野球って昔と違って球数制限があるんですよね。だから、えー、一大会につきピッチャーの投げられる球数が決まってるってことは、鼻から系統は頭に入ってるはずなんですよ。鼻から系統が頭に入ってるのに、こんな系統をするっていうのはもうありえない。はい。非常識すぎる。試合の流れだから、試合が高校だったからって関係ない。はい。あのー、しっかりそこを考え直して、えー、やった方がいいと僕は思います。はい。 まあ、ということで、えー、国学院栃木、えー、ピッチャー変わってから、もう国学院栃木の流れになりましたね。はい、えー、ザララと点を重ねていて10対3。えー、ただ次の試合は、智弁和歌山ですかね。えー、そんな簡単にはいかないと思いますので、えー、エースの二年、えー、エースピッチャーの森永くんか。ね、智弁和歌山打線をどう抑えるのか、もう早く研究して、えー、キャッチャーの武田くんと、キャッチャーの武田くんの配球いいですからね、やっぱインコースをバンバン使っていって、え、智弁和歌山打線もやっぱり5点以内に抑える。 えー、ここが勝利条件かなと思います。あと、な、負けた、えー、日大三島高校は、えっ、ー、と、エースピッチャーの松永くん、えー、打たれはしましたが、バッティング良かったですね。雰囲気もあるし、構えも、体も大きいですから、非常にこれから将来が楽しみだなと思いました。僕は松永くんは将来、バッティングで、えー、大学、社会人、え、プロなり、上のレベルでやった方がいいかなと思います。 はい。続きまして、2試合目行きましょう。えー、2試合目が僕が樹徳高校が勝つ予想をしていたんですが、7対3で明豊が勝ちました。おめでとうございます。はい。明豊高校は、系統がうまくはまりましたね。系統がうまくはまったのと、えー、やっぱりあの、初回の樹徳、えー、高校の僕の注目ピッチャーだった亀井くんが、やっぱ硬かったですね。まあ、しょうがないですよね。甲子園慣れてないから、やっぱり学校時代も、ね。 監督さん以来の、えー、甲子園30年ぶりかな確か言ってたんで、初回のこの3点が、悔やまれますね。もしこの初回の3点がなかったらっていう考えは甘いので僕はしないんですけど、ち、非常にもったいない。もったいなかったなぁ。エラーもありましたし、うーん、でも受得候補はとりあえずここまで勝ち上がったのがもうすごいですから。ね、あのー、お疲れ様でしたって言いたいですし、今日エラー3つあったんですけどね、相手は、えー、 今大会、今年に入ってから、えー、大分県で負けなし、公式戦負けなしの名宝ですから。ね、甲子園でももうね、慣れてますし、やっぱりここは名宝が良かったなと僕は思います。はい。決してこれは、えっと、7対3、えー、のような対差の試合でもない。本当だったら4対3、5対3ぐらいの接戦のようなレベルの試合でした。でも名宝高校ね、えー、お疲れ様でした。頑張ってください。次もね。はい。そして今日の3試合目、先ほど終わりました。一関学院一対京都国際。これもね、 もう話したいこといっぱいあるんですよ。えー、延長11回ですかね。6対5。さよならで一の関学院が勝利。私の予想の、えー、京都国際敗れて、協力者1勝2敗ということで。はい。えー、まずこの試合なんですが、えー、っと、京都国際のエースピッチャーの森下くん。やっぱりちょっと、ダメでしたね。あのー、投げれてないですね。思い通り。あの、初回の3点も、で、3回の1点も、 なんか、まあ、打たれるべくして打たれた、えー、そのような点の取られる方でしたね。だから、うん、まあどういう試合前のミーティングで、えー、どういう話し合いで、えー、京都国際が、えー、エースピッチャーの森下くんで先発で行こうっていう話し合いになったのかちょっとわかりませんが、えー、選手の状態、肩肘の状態、えー、フィジカル面、えー、そういった面をもうちょっと、 え、ケアして、選手と監督が話し合いをして、えー、体の状態を見て、試合で投げるか投げないかっていうのを考えた方が良かったんじゃないかなと思ったのが一つ。で、あとはやっぱり2番手ピッチャーの森田くん、えー、まあめちゃくちゃいいとは言わないんですけど、非常に粘り強いピッチング、素晴らしかったと思います。えー、だからこそ森下くんが先発っていうのは結果論だからしょうがない。結果論だからしょうがないんですけど、えー、ちょっと悔やまれる、えー、かなと思いました。えー、それから、えー、一ノ瀬学院の えー、おのく右のアンダースローの。えー、完全にこの子に、えー、京都国際の打線が、えー、ハマっちゃった感じですかね。はい。もう何打っても全部悪い結果しか出なかったですね。まあ、あの、特別すごいピッチャーではないんですけど、やっぱりあの、ザ・高校野球という感じのピッチャーで、あまあ、ボンフライを上げてしまう。じゃあ、ボンフライを上げてしまうからゴロウと、じゃあ今度はゲッツーになるとかね。すべてが、えー、京都国際の悪い流れにいっちゃってたのかなと思います。まあ えー、一度関学院も粘りがち。最後のさよならヒットも良かったですし、詰まりながらね、センター持ってきました。えー、そういった面では、えー、まあ、やっぱり夏の高校野球っていうのは、えー、一発勝負。えー、最後何が起こるか分からないっていう意味で、うん、何が起こるか分からない試合が典型的に出ちゃったなっていう。エースピッチャーの森下くんの誤算。えー、それから、え一度関学院の小野くんのいい誤算。この明暗が分かれたこの誤算。 え、ここが京都国際が、え、破れてしまった、え、因の一つかな、と思います。はい。ということで皆さんね、このような感じで今日の公開期の結果は以上となります。えー、今日この後動画でですね、明日の、え、勝利予想動画、また出したいなと思います。はい。えー、こんな感じで、 今日はたまたま僕生配信できたんですけど、明日はもうちょっとバタバタリ日中、えー、っと、家にいないので、もう家に帰ったら速攻動画を上げるので、ちょっと、この甲子園の期間は、えー、編集ほぼなしで、テロップなしで、どんどん上げていきたいなと思いますので、えー、皆さんどうかよかったらですね、チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。はい、ということで最後までいただき、ありがとうございました。それでは